日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら日礼の今川焼き、つぶあん、あずきあんとカスタードクリームを食べたいと思いまーす。今回はですね、で、なんで今回今川焼きを2種類食べるのかと言いますと、次のスプラトゥーン3のフェスお題、今川焼き、大判焼き、あと回転焼きね、あら、どの呼び方がしっくりくるみたいなテーマだったんですよね。まあ、好きなように呼べばいいと思え、言えばそうなのですが、どれが一番有名かというのを、どれが一番いいのかを、しっくりくるのかを白黒つけたいということなのでしょうか。というわけで、自分は、地域上は回転焼きなんですけど、この日礼の影響なのか、今川焼きも結構しっくりくるんですね。大判焼きはあんまり聞かないなぁ。まあ、とりあえず食べていきましょう。ちょっと左が、自分から見て右。画面から見て左側にある4つは電子レンジ。こちら6つは、バルミューダのトースターで、トースターでカリッと焼いてます。これでもちょっと変わるかなと思ったので、せっかくなので食べてみる。これ、カスタードとあんどっちかな。まあ、割ってみれば、カスタードですね。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。地域によって呼び名が違うというのもなかなか面白いものがあるだろう。まあ確かに面白いですけど、それが火種になるとはね。違いがあるというのも良し悪しですだけど、美味しさは変わらないですよね。さっくりしっとり、好みの食べ方もまた違っていいなぁと思える社会になればいいんですけど、と言ってる場合じゃない。なんかフェスか前なのにへこんでどうするんだ。さーてぐいぐい行きますよ。フェスも頑張らなきゃいけないし、さてさてさて、まずその前にはまず食レポだ。それぞれの味、食べ方の詳細についてはこの後説明していきますね。とごちそうさまでした。まず温め方によっても結構変わりますね。電子レンジで温めた場合は周辺の生地がふわっとなって、その中でしっとりと噛み切れる、そういった感じになります。一方でトースターで焼いた場合は表面がカリッと心地よい音が奏でてくれる一方で、中に対してはそこまで温まらないので、外の中で暑さと冷たさの温度差が出てきますね。この温度差を心地よいと感じるか、それともちょっとな、中も熱々がいいなというので、ここで好みが分かれるかなと思いました。簡単にまとめると、電子レンジは比較的安心した味わいに、オーブンの場合はなんか解凍や電子レンジ後にと言われてるから、自分はまあ解凍も電子レンジの加熱もせずにやったんですけど、表面の美味しさを楽しみたい場合に方向けですね。中も熱々の場合はここに書いてあると事前解凍か電子レンジでやった方がいいです。ただ自分は中が冷たいのも結構温度差があって好きなので美味しく食べられました。で、味についてなんですね。クリームはとろっとしていますし、小豆はさっぱりとした甘さがあって、なんか、そこまで気を照らったドカンとくるような味ではないんですけど、どこか心が落ち着く、安心できる昔ながらの美味しさがある商品ですね。なんかもう、公式、一連の公式さんではもう一つ、なんか別の種類が出てるみたいなんですけど、それはあんまり見ないんですよね。東京とかに行かないと見つからないのかなと。まあ、フェス前の験担ぎとしては十分美味しさを堪能させていただきました。カスタードもあんこもそれぞれ良さがあって、自分の中では、どっちが上とは言えませんので、今回は両方とも、ま、4点とさせていただきます。安心できるんだけど、もうちょっとパンチがあってもいいかなと思う部分もある。それでは、ま、いつもなら川柳行くんですけど、今日は、スプラ3フェス、自分も頑張りますので、
あなたも参加して頑張りませんか？あなたはどのチームに投票します？自分は、当日までのお楽しみということで、いや、じゃあ、すんかいって突っ込まれそうですけど、で、今日はスプラス3フェスの験担ぎとして、日蓮の今川焼き、あんことカスタードを食べてみた動画でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、スプラス3フェス、やりますので、応援していただけるととっても嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。